ヒンプンガジュマルヒンプンガジュマルは、沖縄県名護市にあるガジュマルの巨木である。高知川に架かる穴だ橋のたもとにあり、名護大通りに挟まれている。名称は、十家に置かれている石碑山不流脈碑の別名、ヒンプンに由来する。ヒンプンとは、沖縄の伝統的家屋で正門と母屋の間に立つ、目隠しの塀のことである。高さ19メートル。 気根に囲まれているため幹の周囲長は不明。気根群の周囲長は10メートル。枝の広がる直径は30メートル。樹齢は240年以上とされている。1956年10月19日に沖縄県の天然記念物に、1997年9月2日には国の天然記念物に指定された。名護市のシンボルの一つとされる。名護の上がり江港近くに生えていた。 琉球松の大木に隣接して、ガジュマルが生え、やがて松を抱き込みながら成長していった。1695年頃には、すでに有名なガジュマルとなっていた。やがて松はコッシガジュマルのみが成長を続けていった。目抜き通り、大金ガ場クババの東端にあたり、生端のクワディーサーの大木と共に、名護の入り口を守る木として住民に親しまれていた。1962年、 10日に三不流脈費が設置された。三不流脈費はもともと別の場所に置かれていた。2002年9月の台風16号により幹が傾き倒木の危険性が指摘されたことから枝の剪定、支柱の追加、生肥などの対策が行われた。しかしながら、木の勢いは戻らず、2010年6月1日から2日に、 かけて、大規模な枝の剪定作業が行われ、合計9 4 0ラムの枝が切り落とされた。枝の一部は挿し木により移植され、育てられている。ABC 名護市教育委員会社会教育課編、発行、名護市の文化財、第4集、P1、1997年 AB、名護市の名木名護市,市編纂委員会編、名護市市、本編11話が町。 我が村ピアニッシモ209から218名護市役所1988年名護非分岐編集委員会編名護非分岐増補版、ピアニッシモ40から46名護市教育委員会2001年沖縄県名護市発行市民の広場2007年5月号沖縄県名護市発行市民の広場2010年7月号ありがとうございます